チェンジリングは2008年のアメリカ映画。クリント・イーストウッドがアンジェリーナ・ジョリーを主演に迎え、1920年代のロサンゼルスで実際に発生したゴードン・ノースコット、事件の被害者家族の実話をもとに映画化された。なお、題名は取り替え子という、自分の子供が醜い子供に取り替えられるという、ヨーロッパの伝承に基づく。 第61回カンヌ国際映画祭出品。第81回アカデミー賞主演女優賞、撮影賞、美術賞ノミネート。1928年のロサンゼルス。シングルマザーで電話会社に勤務するクリスティンは、息子、ウォルターを残して仕事に出かけるが、帰宅すると息子は姿を消していた。クリスティンは、ロサンゼルス市警察に捜査を依頼し、事件は、 世間の注目を集めるが、同時に人々は、不正が横行する警察に事件を解決する能力があるのか疑問視していた。5ヶ月後、死刑のジョーンズ刑部からウォルターを保護したと連絡が入り、クリスティンは彼に連れられて駅に向かう。そこには、死刑の手柄をアピールするデイビス本部長や、体制の記者が集まっていたが、再会した息子は、全くの別人だった。 クリスティンから別人だと聞かされたジョーンズは対面を取り繕うため、とりあえず息子として扱ってほしいと頼み、そのまま記者の取材を受けることになった。クリスティンは少年と帰宅するが、彼がウォルターよりも明らかに身長が低いことに気づき、ジョーンズに再捜査を依頼する。しかし、捜査ミスが発覚することを避けたいジョーンズは、逆に息子がいない自由な日々を手に入れようと、 育児放棄しようとしていると彼女を責め立てる。ジョーンズは専属医に医学的な診断書を作らせて少年がウォルターであることを公式に報告し、事件の解決をアピールする。クリスティンは息子が通院した歯医者の診断記録や学校の担任の証言をもとに別人である証拠を集める。そこに警察の不正を追求しているブリーグレブ牧師が協力を申し出て、 彼女は集めた証拠を記者たちに渡そうとする。しかし、それを知ったジョーンズはクリスティンを精神異常者として精神病院に隔離してしまう。クリスティンは彼女と同じように死刑に逆らって隔離された被害者たちと知り合い、死刑の判断が間違っていることを訴える。同じ頃、死刑のレスターは不法入国者の少年サンフォードを拘束して強制送還しようとするが、彼は 重刑ノースコットに強要されて、少年たちを殺したことを告白する。サンフォードは、ノースコットが20人近い少年たちを拉致して、強姦、殺害したと告白し、犠牲者の中にウォルターと思われる少年も含まれていることが判明する。レスターは、捜査を中止しろというジョーンズの命令を無視して、犯行現場の養鶏場に向かい、そこで、犠牲者の人骨を発見する。 報道で事実を知ったブリーグレイブは、精神病院に向かい、クリスティンを助け出す。指名手配された、ノースコットは、逃亡先のカナダで拘束され、ロサンゼルスに送還されたが、ソーサミスが判明したことで責任を追求される。立場になったデイビスとジョーンズ、市長選挙への影響を懸念する、クライアー市長は、事件の早急な幕引きを図る。クリスティンは、 フリーグレーブの紹介で腕利きの弁護士犯を雇い精神病院に隔離されていた被害者たちを解放し死刑に対して訴訟を起こす死刑は世間の批判をかわすためにノースコットの裁判を聴聞会と同じ日程で行うが世間は死刑の腐敗体質を求断するその結果ジョーンズは無期限の停職処分を受けデイビスは本部長を更迭クライアーは 市長選立候補を取りやめ、同時にノースコットには死刑判決が言い渡される。しかし、ノースコットはウォルター殺害について明言せず、人骨も個人の特定ができなかったことから、クリスティンは息子の生存を信じて捜索を続ける。2年後、ノースコットの死刑執行を2日後に控えた日、ハーンからノースコットが面会を求めていると聞かされたクリスティンは、 彼が収監されているサンクエンティング州立刑務所に向かう。面会したクリスティンは息子を殺したかを問い詰めるが、ノースコットははぐらかすばかりで納得のいく答えは得られなかった。翌日、ノースコットはクリスティンや犠牲となった少年の遺族が見守る中で処刑される。事件から7年後、ノースコットの処刑に立ち会った遺族から自分たちの息子が見つかったという連絡が入る。 クリスティンは死刑本部に向かい、遺族の息子がレスターと話し合っている様子を目撃する。少年はノースコットの養鶏場から逃げる際にウォルターに助けられたと証言し、両親との再会を喜ぶ。ウォルターを含む逃げた少年たちの行方は分からず、逃げ切れたのか捕まって殺されたのかも不明のままだったが、クリスティンはウォルターがどこかで生きていることを信じて死刑を後にし、 彼女は生涯をかけて息子を探し続けた。ノンフィクションであり、全員が実在の人物。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。